こんにちは、売王堀秀夫ですタイのバンコク仕入れの自動化にチャレンジします、えー、バンコクからね a z o n FBA の納品ルートを見つけたんですけど、まあ、見当たらなかったんで、まあ、それなら作ってみようかなというお話です、まあ、バンコクは中国と比べて品質もよくアマゾンで売るには申し分ない商品ですで一度ね、えー、バンコクには仕入れに行ったが、まあ、感触は悪くなかったです 特に私だと革製品あたりが狙いやすかったですね。ファッションが好きな人なら仕入れがはかどると思います。でバンコク仕入れね、えー、よく、まあ、バンコク仕入れ行ってきましたとか、今いますとかいう、えー、ブログとか見るんですけど、まあ、割とね、旅費分を回収できていることが多いというふうに見受けられます。ただ私の場合はね、 仕入れに行って大量に購入するのは楽しいんですけど、ただその後ね、買ったものを何千個も出品作業するのがね、面倒なので、誰かにやってほしいというのがありました。で、この仕組みをですね、バンコクに行って作ってこようかなと思ってます。考えているパターン2つありまして、まず、えー、パターン1ですね、テンバーアカデミーで私が差額が取れそうな商品を紹介します。 でバンコクで仕入れ提案する商品の写真を撮ってもらうと。で、会員限定のメルマガで紹介します。で、購入希望者手を挙げてもらって代金を払う。で、現地でね、商品を梱包して、バーコードシールを貼って、アメリカのアマゾン、または、えー、転送会社の b ハッピーあるいは日本に送ってもらうという形ですね。これは何しろ私から商品を提案しますんで、 利用者が、ねえー、たくさんいて、まあ、同じ商品を買ったり、ね、逆に同じ商品を出したりしたら、まあえー、会員同士の競合で値段が下がるということがあってはまずいので、えー、利用人数を限定してサービスを提供しますでパターン2、えー、これは、ね、eBay や b イ y m a オク楽天日本 Amazon ア,アメリカ Amazon りで見つけた、ねえー、希望商品の URL を送ると。 この商品ね、安く入んじゃないのかなと、あたりをつけて送ってもらうと。で、その商品の、類似商品の写真をバンコクで撮ってもらう。あるいはサンプルを一つ購入して送ってもらうと。で、価格と品質がね、見合うようだったら、代金を払って、あとは現地で商品を梱包して、バーコードシールを貼って、アメリカのアマゾンに送る。あるいはね、転送会社に送る。または日本に送ってもらうという形です。 これ日本に送る場合はね、梱包作業しなくていいですということであれば、まあ、そのまま送ることも可能ですで。この仕組みを作るのにですね、あるいは写真、商品の写真をねあの、たくさん撮ってくるのに、5月下旬から1ヶ月ぐらいタイに行ってこようかなと思ってます。主にね、このプラトゥー,ムプラトゥーナム市場ってところと、あとね、プラトゥーナムファッションモールに行こうかなと。 でねだいたいこれ、他の方でね、トラベルバイトライファーズって方が写真をいっぱい載せてくれてたんですけど、大体こんな風にファッション関係がやっぱりタイの場合多いですね。で私はファッション関係はあんまりなんで、タイには一度行ってね、で、まあ、ファッション関係ガンガン仕入れるとは思わなかったんですけど、実は私の会員さんね、女性の方とかファッションが割と好きですという方も多いです。 だからね、えー、まあ、タイシーでやるとぴったりはまる方もいるんじゃないかなと。あと、アマゾンでね、アメリカアマゾンで儲かるのはもちろんですけど、オーストラリアアマゾンが入ったらですね、まあ、正直、えー、とりあえず差額が取れそうなものをガンガン送ればですね、売れる可能性が高いんで、そのガンガン送れる、えー、商品ということで、中国とタイ、まずはその納品、ね、遠隔操作で納品できる仕組みを構築しようかなと思ってます。 そんなわけで、これはまた進捗があったらご報告しますけど、中国、あるいはね、日本の仕入れと合わせて、セミナーでですね、こんなふな仕組みですっていうのを詳しくご紹介するつもりですんで、関心のある方は、4月から5月にかけてね、日本でセミナーやる予定ですんで、そちらの方の情報もチェックしてください。気になる方は、こちらのね、メール、セミナー、 こちらの方に無料メールセミナーに登録していただければ、開催の案内の方をご紹介させていただきます。以上、売を堀秀夫でした